いや、最近の中村三段強すぎますね。この対局、わずか75手で勝利ということになりました。では、この対局、初手から見ていきたいと思います。黒番が中村三段、白番が中国のプロの方ですね。もう最近の中村三段は、さらにもう一段階強くなってましてね。どこでもかなり高い勝率を出してまして、もう8割近く勝ってるんですよね。まあ7割、8割勝ってまして。で、相手も中国や韓国の若手のね、まあかなりネット碁でもね、勉強熱心な、相当強い方たちですから、まあその方たち相手にね、結果を出してますんでね。やっぱ相当中村三段、強くなってるかなと思いますね。で、右上ですね。いきなりこれ南海定石始まりましたね。中村三段、こういう南海系を恐れないんですよね。で、仕掛けていきまして。で、白のね、相手の方もですね、受けて立ちましたね。これお互いがこれ、受けて立たないと、望まないとこの南海系にはならないんですが、お互い、相当自信あるということですね。まあ、この形は本当に事前の研究が大事になってくる形で、まあその場の思いつきで打てるような形ではないので、まあ相当序盤の研究にはお互い自信を持ってるということですね。で、ここで黒が切ってきましたね。ここで対応しましたね。まあなんかこういう跳ねたり、カケツギとかそういう跳ねたりするような手が結構多いんですけどね、次とかね。まあ、切る手も当然考えられる手ですね。これも非常に有力な手ですね。で、切りにはこれ下がりぐらいなんですね。まあ、こういう当てる手は黒が強くなってしまいますから、こういう手は決めない方がいいんですね。だからこれ黙って下がりぐらいということですね。で、切りまして、こちらに当てて頑張りましたね。まあ、これは、こっちにね、単にね、取ってる手もありますね。まあ、押さえが、効いて。まあ、切る手がありますからね。切りを守るぐらいで。まあ、これは戦いですよね。まあ、こういうような戦いもありますね。まあ、これも互角の勝負、いい勝負かなと思いますね。まあ実戦は当てて頑張りまして。まあこれ当てる時の条件として、最低条件としてはこのシチョウが、白がいい時が条件ですね。これはもしこのシチョウが白悪いとなると、これは相当白が悪いですからね。この場合は左下に黒石が待ってないので、白の方がシチョウがいいですね。こうやって取ることはできないですね。黒石がないので白石に当たりますね。まあこれで取れませんので大丈夫ですね。まあ主張で取れないんですけど、一回こちらに当てましたね。で、調子で逃げましたね。で、ここから戦い始まりましたね。で、ここですぐ出切っていった手、これ厳しい手でしたね。まあ、こうやって。まあ、この戦いなんですけど、見た目は白がかなり打ちやすいように見えますね。どうしてかっていうと、黒が2線を、この出切りが非常に厳しくて、黒が2線を這わないといけないんですよね。で、これ昔の感覚だったら、昔の人間の感覚でした。黒が相当悪いという、悪い打ち方というふうにされてたんですよね。まあ、ただやっぱり最近は、まあ、AI の影響とかで考え方も変わってきましてね。こういうなんか2線這うような形も見るように、たまに見るようになりましたね。まあ、これ見た目は黒が相当悪いように見えるんですが。まあ、白こちらに、守りまして、跳ね上げることができれば、黒結構隅で大きく生きることができますんで、まあ黒もまずまずの別れかなと思いますね。
まあ、ただこの、まあ、私この形初めて見たんですけど、まあ、第一感は白不満ないのかなと思いますね。二線を張ってるっていうのがやっぱ感覚的にね、辛いのでね、まあ、白は不満ないのかなと、少なくとも白が悪いっていうことは絶対ないのかなと思いますね。まあ、これ守ったのが結構本手という感じですよね。押さえる手があればいいんですけどね。結局、ここの次が利き筋なので、まあ、黒は死ぬようなことはないんですよね。まあ、次に手を抜くと、まあ、ここに打つ手がありますからね。まあ、何かこう打ってもこれで。まあ、白、ダメが詰まってて、どっちからも入れませんので、ここの白取られちゃいますよね。まあ、羽を打って、こういうふうに粘る手はありますが、まあ、これは黒取り番の黒が有利なコウですから、こういうコウになってはダメですよね。なので次が効いてる形なので、まあ、取りぐらいになりますんで、まあ、ここの黒はこの下がりを打てばいつでも生きてるんですね。まあ、いつでも生きてるので、生きる前にこういう嫌がらせしてくるんですね。まあ、切りを打って、あと、ここも決めますかね。これ嫌がらせを先に来てきま、してきまして。まあ、ここの隅を守ってると、ダメを詰められて、これ種石が取られちゃうんですよね。例えばこういう風に飛ぶと、割り込んで、こうやって、こうやって、まあ、魔法のような手筋で全部取られちゃうんですね。まあ、なんか、こういう風に出てっても、こういう手がありましてね。まあ、ここの押しが効いてるような形ですからね。なかなか白も、うまくね、外出てけないですよね。だこれに対して、隅受けれないんですよね。こっち守んないといけなくて、出て、まあ、切る手があって、まあ、こういう手が先手で効いてきますので、黒が生きる前に、まあ、相当白が外側で、嫌な思いをしないといけないんですね。なので、まあ、結論としてはこの跳ねる手あんまりうまくいかないという、そういうふうに判断したんですね。なので単に取ったんですね。で、黒も跳ね上げることができて、まあ、一応形にはなりましたね。で、こちらに切りまして、今度はここの戦いですね。で、ここで、まあ、竹譜に打ったんですけど、ここでね、絶芸の評価値落ちてったんですよね。まあ、どうやらこれ継ぐ方が良かったようですね。これ竹譜に打った手と何が違うかというと、まあ、黒に対しての厳しさが全然違うんですよね。まあ、黒が何か逃げた時に、後に白がここに切りに、まあ、後に、まあ、外側、とりあえずこれ外側出てからの話ですけど、後に切りに回った時に、ここの切りに回った時に、このダメが詰まってる方が厳しいんですよね。なので、竹譜よりもここダメ詰めた方が良かったようですね。で、こうやって、こうやって、これ厳しい手でしたね。普通はこの切りがちょっと気になるので、こういうふうに守ってしまうんですが、これでも別に普通の手なので悪くはないんですが、ちょっと不満と見たんですね。まあ、ここら辺が読みの力が強いですよね。で、ここに白切ったんですけど、この手が敗着になりましたね。まあ、ここでは、まあ、切りが無理だったようですね。結論から言うと。どうして無理かというと、ここは黒から覗く手が効いてる場所だったんですね。まあ、これがこういう、まあこれ形決めないのがいい手でね、こういう形になってますので、これだと切る手がないということがわかりますよね。これ形ね、黒もね、覗きをね、ギリギリまで決めなかったんですね。で、こちらに当てを打って、で、こちらにつけて、これが決め手になりましたね。ここでもう白が打つ手がなくて、
困ってしまったんですね。これどう打っても白がもう潰れてるんですね。まあ、例えば逃げると、こちらに打って、これ種石の4つの白石が取られてしまうんですね。こちらに出ても、当てが効いて、これどちらかの白石が取られちゃうんですね。こっち助けると、真ん中が取られちゃいますね。もうここで打つ手がない状況で、こっちに出ても、こっちに当てて、種石の4つの石が取られちゃいますよね。まあ、なので、白が潰れてしまったんですね。切りが敗着になりました。で、こちらに切ったんですけど、こちらに当てられて、まあ、これで別に、ここの黒石取れるわけではないので、まあ、ここで白が投了して黒の強し勝ちとなりました。もう中村三段強すぎる一局だったかなと思いますね。これ白、まあ、この後打つとしたら、白逃げても、まあ、飛びぐらい打ってて、この黒は生きてますから、これやっぱり、もう真ん中がもうひどいことになってますので、もう逆転は無理ということですね。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。